夢酒が来て、ゆず酒と来て、まあ、このままこう柑橘系のようなも似たものに行ってもしょうがないし、ここでガラッと変えていくのにはもう少し面白いものがあるといいなと、パッとまあ頭に浮かんだのがこのヨーグルト酒だった。新座さんはもちろんその2011年震災の頃いろんな問題があって、それを乗り越えて出したっていうこともずっと覚えたのはありますし、もともと地元のものを使ってリキュールを作ろうということで2010年に製造をスタートしまして、日本一も取らさせていただいた本当に1ヶ月後ぐらいに震災があって、誰も知らないまま商品が埋もれてしまったっていうことがありまして、震災後にもう一度来てくださったんですけども、蔵を見に来ていて日本酒を利き酒しているのにヨーグルト酒が一番美味しいって見つけていただいた時はすごく嬉しかったです。開発にあたっては味のイメージが非常に難しかったです。まあ、一般的にヨーグルトってこう甘かったり酸っぱかったりコクがあったりっていうところだったんですけど、そこにお酒が加わってくることで、まあ、どういう味にしていくかっていうところを作っていくのが非常に難しかったですね。これはうちのジャージー牛。今これなんと、これは26と言います。ジャージー牛は牛自体はあまり出回ってないので、うん、うちの場合は後継牛を自分の牧場で残していくっていう方式で、冬場は濃いんですね。うちで今脂肪分 4.7% 高いなと思って、お店で売ってるような牛乳だと結構 3.67 とか多いじゃないですか。そうです、ね、どうぞ、キャンミング。ありがとうございます。これが今出来たてのヨーグルト。あお、牛乳に乳酸菌を入れて置いておくと5時間半、5時間半、はい、43度で保温してる。あ、ジャージーの場合はもう砂糖が入ってるかって言われるくらい甘い、それで作ったヨーグルトなもんですから、なおその美味しさが際立ってですね。どうぞ飲んでみてください。はい、うん、結構濃縮ですね。そうです、美味しい。はい、ありがとうございます。おかげさまでもう震災から8年9年と経つんですけど、かき混ぜてる段階ですね。もう香りがすごいですね。あー、ヨーグルト酒を作るときに、はい、日本酒と飲むヨーグルトをそれ混ぜるだけでできるんですか？はい、基本的にはそうです。とにかく分離しやすいことと、うん、味がなかなか合わないですね、うん、1時間2時間以上こうかき混ぜるという作業が地味なんですけどすごく大事です。今回キットカットこの味を再現するのは、今だったら梅とか柚子の酸でいいんですけど、はい、牛乳のいい感じの苦味と渋みという表現をどう出すかをすごく考えるんですよね、はい、ちょっとだけビターな感じがあるのを拾っていただいたのがちょっと嬉しくて、単純に甘いヨーグルトではないんです実は。はい、こんな出来たては初めてなもんだ。あ、はい、やっぱ出来たてだからか、はい、ふわっとした甘みは普段よりも濃いかも。あ、なるほど、はい、やっぱりね、この味ほんと好きな外国の方が多かったので、はい、この味を届けたいじゃないですか。はい、お酒の状態届かないからまずキットカットの味で届けようかな。震災の後、大変な時にこういう商品を見つけていただいて本当に嬉しく思ってますので、僕らは絶対美味しく作ってお届けしたいと思います。これはそのシワっていう酸が出てくるのが早すぎるというか、そのヨーグルトの味を楽しむ前に酸が出てきちゃう、ヨーグルトの味をこの消しちゃう、間にスーッと来て最後に渋みというか苦みみたいなのがちょっと出てくるのがこれの特徴だと思うから、うん、多分これ酸を少し抑えたらこうバランスがよくいくんじゃないかな、うん、苦みのレベルはこっち同じですね。で、酸味を若干落としたんですけど、前回のものよりはこれが落としたバランス、個人的にもこれが結構ギリギリのラインまで来てるかなという、でシュワシュワ感とかだいぶ抑えられてバランスは良くなってきてるんで、商品としての完成度、再現性っていうところは僕はどうしようこだわっちゃいますけども、お酒のだけどもやっぱり商品としての完成度が一番重要であり、そのバランスっていうのがこのベースの20というのが一番良かったから、まあ、これでいいんじゃないかなと思います。
の完成品となりましたので、はい、ぜひ一度食べていただければと思います。はい、よろしくお願いします。すごいですね。あ、華やかさも今までで一番あって、でちょっとこうビターさもちゃんとある、うん、でヨーグルトじゃなくてちゃんとヨーグルト旬になってる、うんうんうん、よかったです、はい、ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございました、はい、無事にできてよかったです。